本田はカイザー・ケイスケ皇帝と呼ばれ確固たる地位を築いた。それでも満足はしていなかった。ステップアップしていくにつれてやっぱりね、過去の自分でもしょぼく感じるから、どうしてもなんであんなやり方やったのとかね、それはでも年々感じてることですよ。自分のその前年を振り返ってのしょぼさっていうのは、その時は全力やってるつもりなんですけどね。だから弱いんですよね。だからこの現状に慣れてしまったことにもう気づいてないんですよ、自分自身。それが一番危険ですよね。慣れっていうのは人としてのすごい能力だと思いますけど、逆にやっぱり人の成長を止めてしまう能力でもありますよね。メリットデメリットを両面も持ち合わせてますよね、慣れっていうのは。オランダに来て2年、本田が大切にしている時間がある。結構盛り上がる。 何ぐらい来てんの？ゴー！それは子供たちとサッカーをすること。ゴー！参加したのはドイツ在住の日本人の子供たち。オランダとドイツのチームを招いて試合を行う。日本チームあまりの実力差になすすべがない。うまい。いや、うまいな。こいつキレキレやん。お本田は勝負を諦めそうになっている子供たちがどうしても許せなかった。日本ボール、あ、みんな攻撃行け。お前攻撃行け。ちょっと点取れるやろ、お前。仕掛けろ、自分で行け。自分でシュート取れ。どうしても子供たちに1点を取ってほしい。ナイスナイスです。ナイス。大丈夫やな。ナイスやぞ。諦めてしまったら その先はない。それを子供たちに伝えたかった。前上がれ、前上がれ、もっと前走れ。よっ、行くぞ。行って必死じゃないですか。そういう気持ちがなかったら、いや俺ダメなんじゃないかなと思うんですよね。そういうなんかこう負けたくないっていう気持ちがやっぱりすごい成長につながると思うし、もう本当に悔しいみたいな、もう悔しすぎて涙が出てしまうみたいな、自分がプロになれたのも子供の頃から決して諦めなかったからな。だからゴールしてる。だって俺だってそんなんやったら全然天才タイプじゃないし、それで才能がないから諦めろなんて言われたら、どんだけの人が一瞬で諦めなあかんのと。自分の夢そんな簡単に諦められるかって話でしょ。ねえ、足速くなかったらもうやめてくださいって言われたやったら、もうどんだけの人がやめないとダメですから。そんな風に諦められないですよ、簡単にはね。年が明け1月2日。これなんか自然な感じでいいですか？もうオフショット的な。オフです、オフです。初詣に誘われた。本田は
確固たる地位を築いたオランダを離れ、あえてロシアへの移籍を決断していた。ワールドカップ直前の大事な時期になぜ移籍を決めたのか。ワールドカップで勝つにはっていうふうに思ってましたんで、一番の理由はやっぱり何試合か DVD でね、あのロシアのリーグの試合を見たんですよ。その時にやっぱり思ってた以上にレベルが高かったっていうのが僕の中で一番大きな理由になったかなというふうに思ってます。まあリスクですけど、僕の人生なんてリスクそのものなんで、これからもこのスタイルはね変わらないですし、もう我が道を行くじゃないですけど、自分がねこうだと思った道はね、迷わずにね最後まで本当にやりきりたいというか、ずっと突き進んでいきたいなというふうに思ってます。移籍先は CSKA ゼスカモスクワ。初めて日本人がロシアでプレーをする。移籍から1ヶ月が過ぎた今年2月、合宿先のトルコに本田を訪ねた。チームはシーズンオフ、暖かい場所で合宿を張る。本田は1ヶ月間新天地で一人合宿生活を送ってきた。ロシアでも個人通訳はつけていない。ゼスカとは陸軍中央スポーツクラブの略称。ここを出発点に世界のビッグクラブへの移籍を目指す若者たちが集う。強靭なフィジカルと運動量の多さがこのチームの特徴だ。走り込みだけで1時間以上をかける。レギュラーが約束されているわけではない。本田にとっては走り込みもアピールの場だ。またゼロからのスタート、そう感じたのはミニゲームが始まってからのことだった。オランダで皇帝と呼ばれていた男にボールが回ってこない。誰もがポジションを獲得するために自分を必死にアピールする。ロシア人主体のチームではやっと覚えた英語も通用しない。ただ主張するだけではパスは回ってこない。待つのではなく自らボールを奪いに行かなければならない。